ATA-350 完成予想図。アレンテレスコープアレイは、設置協会とカリフォルニア大学バークレー校、電波天文学研究室が共同で運用する電波、干渉系であり、天体観測と地球外位的生命体探査の、両方を行う施設である。ATA はもともとその周光面積から1ヘクタール望遠鏡と呼ばれていた。 ATA はカリフォルニア州サンフランシスコ北東290マイルのところにあるハットクリーク電波天文台において建設中である。完成時にはパラボラアンテナが350台並ぶことになっている。42台のパラボラアンテナからなる第1段階は2007年10月11日に完成し、すでに運用が始まっている。設置専門の巨大な観測施設を持つことは セティの第一人者であるフランク・ドレークによって初めて構想され、セティ協会の悲願であった。2001年、ポール・ジーア・レン財団からの1150万ドルの寄付を受けて、この計画は実現に向けて動き始めた。3年間の研究開発を経て、セティ協会は2004年3月に3段階からなる建設計画を発表した。第1段階及び、 第2段階に対する援助として、ポール・アレンからの1350万ドルの追加寄付を受けて建設は開始された。セテ協会はこれを記念して、望遠鏡の名前にアレンの名を冠した。ATA は、波長数センチメートルの電波を受信する電波望遠鏡である。同じ周光面積を得るには、単一の巨大なパラボラアンテナを作るのに比べて、小口径のアンテナを、 多数並べた電波干渉系の方が安価に済ませることができる。しかし同一の感度を得るためには、すべてのアンテナで受信された信号を一つに結合する必要がある。このためには高性能のエレクトロニクスが必要であり、これは現在でも大変効果である。しかし、ムーアの法則によれば、ある性能のエレクトロニクスを調達するのに必要な金額は次第に下がっていくから、 結果的には ATA に用いられる干渉警方式の方がコスト的には有利になる。ATA はこれまでに建設された主要な電波望遠鏡と比べて以下の4つの点で優れている。それは視野は極めて広いこと、一度に観測できる周波数が0.5から 11.2GHz まで連続的にカバーされていること、複数の同時受信観測システムを持っていること、 そして能動的に、電波障害を緩和する機能を持っていること、である。一度に観測できる範囲は、超大型、干渉電波望遠鏡群ベラの17倍である。また一度に受信できる、周波数範囲は4オクターブ以上に及ぶ。これはこれまでの電波天文学では、なし得なかったほど交代域であり、フィードホールや増幅器、信号伝送系など電波望遠鏡の様々な、 構成要素を改良した結果である。さらに電波障害の緩和を能動的に行うことで人工電波が多数存在する周波数領域でも宇宙からの電波を観測することを可能にしている。ATA の観測プログラムでは全点を観測することが大変重要であるため通常の電波天文学と積と同時に行うことで ATA の観測効率は上昇する。 ATA では受信した信号を2つに分けることで、この同時観測を可能にしている。望遠鏡がどの領域を観測していても、その広い視野の中に、席でターゲットとする星が複数入っていることが多い。このため、ATA を運営する2社の取り決めにより、席と一般的な電波天文学観測とが同時に行えるような観測領域が設定されることになっている。 ATA は最終的には合計6メートルのパラボラアンテナ350台からなる電波干渉系になる予定である。これにより既存の施設では不可能であった大規模かつ高感度な電波観測が可能になる。望遠鏡の設計はハイドロフォーミング加工された鏡面 500MHz から 112GHz までを連続的に観測可能なフィードフォーム。 低雑音かつ光帯域で周波数によるゲイン変動が小さい増幅機など新しく開発された技術が数多く使われている。観測された電波は望遠鏡に搭載された増幅機で全周波数帯にわたって増幅された後光ファイバーを用いて各アンテナからデータ処理室に伝送される。このため将来的に電子部品を改良したり 観測周波数帯を拡張する場合には、アンテナやフィードホーンは変更せず中央の処理装置だけを置き換えればよい。ATA の観測装置はカリフォルニア大学バークレー校の電波天文学研究室によって運用される。ロルは望遠鏡の設計や試作機の製作をセティ協会と協力して進めてきており、一般的な電波天文学観測の視点から、 望遠鏡や相関機の様々な設計を担当した。当初計画通りの構成で完成すれば、ATA は世界中で最も巨大で、最も強力な望遠鏡になるはずである。天文学の将来を議論するアストロノミーアストロフィズイックスインザニューミレニアム委員会は、セティへの取り組みを指示し、ATA がスクエアキロメートルアレイ実現への重要な布石で、 あると認めている。ATA は未完成であるため総建設費が確定しているわけではない上に望遠鏡の性能は一つの尺度で測れるものではないが ATA のような小さなアンテナをたくさん並べる方式は巨大な集光面積を得るには最も安価である。例えば ATA の第一段階である ATA-42 の技術開発と建設にかかった費用は ほぼ同じ就航面積を持つアメリカ航空宇宙局のディープスペースネットワークの合計34メートルアンテナを作る費用の約1、3である。残りの308台のパラボラアンテナを作る費用は2007年10月時点の資産で4100万ドルである。これはほぼ同じ就航面積を持つグリーンバンク望遠鏡の建設費8500万ドルと比べても半分である。 ATA はそれ自体が強力な望遠鏡であると同時に電波干渉系技術の開発のための道具でもある。ATA の今後の進展はすでに建設が始まっている残りのアンテナの性能や追加予算の獲得状況に依存している。ATA は当初建設計画を4段階に分けていた。アンテナ数を使って ATA-42ATA-98 ATA-206, そして最終形態の ATA-350 である。42台のアンテナからなる ATA-42 の通常運用は2007年10月11日に開始された。追加の建設費はロールによって調達される予定であり、資金源はアメリカ海軍、DARPA、全米科学財団及び個人寄付者が想定されている。 天文学データは2005年5月から取得されており、当初は4台のアンテナで両変化の電波を受信し、2007年1月にはアンテナが16台に増やされた。これらのデータは十分に科学的に有用なものであり、ATA の動作確認にも利用されている。B2 を用いて設計された電子部品は2007年6月に ATA に据え付けられ、設定観測と 一般的な電波天文学観測を同時に行うことができるようになった。2008年4月には専用の分光装置を用いて最初のバルサー観測が行われた。2012年3月時点ではアレンの出資した2500万ドルで42機が設置されているが金融危機器の影響でアンテナの運営すら困難な状況であるセティ関係者は 全350機を設置するには、あと5500万ドルが必要と述べている。以下に挙げる価格目標は ATA を用いて、今後3年間に行われるプロジェクトで達成されることが期待されているものである。別表に示す通り、4つに分けられた建設の各段階それぞれにおいて、重点的に進めるべき目標が設定されている。前節に挙げた目的以外にも、 いくつかの付随的な科学目標が掲げられている。Google ルナー、X プライズのための通信施設として活用されることもその一つである。ATA は当初の設計段階から宇宙通信に用いられる周波数帯をカバーしているので通信施設としての転用も容易である。ATA-42 の最大基線長は300メートルである。 各アンテナに搭載される電波伝送系及び受信機は1から 10GHz の範囲で雑音温度 45K 程度になるように設計される。中間周波数系は4つ用意され、各 100MHz の帯域幅を持っている。このうち2つは一般的な電波天文学観測に、残り2つはセティのための観測に用いられる。各中間周波数系に対して、 主鏡のビーム内に4つの両変波干渉系ビームを形成することができるので合計32本のビームが形成される。ザ・ ATA オフセットグレゴリアンデザインに ATA の視野は非常に広いので広域装点観測を行うのに適している。N を干渉系の素子数 D を各アンテナの直径とするとある観測範囲をある感度で観測するのに必要な時間はハットに 比例する。すなわち、ATA のように小さなアンテナを多数並べた電波干渉系の方が、大きなアンテナを数台並べた電波干渉系よりも、広域装填観測においては優位である。ATA の第一段階である ATA-42 でさえ、既存の大型電波望遠鏡に匹敵する装填性能を備えている。 天元天体の検出効率としては ATA-42 はアレシボ天問題やグリーンバンク望遠鏡と同程度でありベラの1、3の性能である ATA-350 であればベラの10倍の検出効率があり現在行われているベラの高性能検が完了したとしても同程度の効率を持つまた天球上で広がりを持つ天体の観測性能に ついては ATA-98 でベラの D 配列と同程度の観測効率があり ATA-206 ではアレシボやグリーンバンク望遠鏡と同程度の性能になる空間分解能に関しては ATA は単一望遠鏡よりもずっと良い性能を持っている ATA のアンテナは 6.1m7.0m のオフセットグレゴリアン式望遠鏡である 副鏡の口径は2.4メートルあり、F 値は0.65である。オフセット形状によって副鏡による電波の妨害がなくなり、感度の向上とサイドローブの低減が可能である。また大きな副鏡によって低周波での感度が向上する。アンテナ鏡面の加工は低価格な衛星通信用アンテナに用いられるのと同じ技術が用いられている。また、 細い骨組みで組まれた課題部は低コストでも良い性能を発揮する。駆動システムはバネを用いたバックラッシュ低減機構が用いられている。ありがとうございます。